こんにちはえっ、ー、とあの最近は日本側で日本の政府はね結構アメリカにアメリカの新政府バイデンの新政府に組み合わせしていろいろ特別な、うん、行動が達しましたね。 まずは、ね、一番著しいなのは LINE 会社に対しての処罰。なぜかというと LINE はも、えっともと韓国の一番大きな検索エンジン NEVA、えー、という会社開発あのお金を出してベンチャー企業としてあの日本側の技術者を雇用して開発した。 アプリですけど SNS SN アプリら、うん、にいろいろ政府もね光熱費とか水電機、えー、水電の費用とかそれも LINEPay を使って支払えますけど今度はねあの加藤内房長官の話によりますとこれから政府はえっと 停止する方針が決まりまり LINE を使うこと。それはものすごく残念でしょなぜかというとやっぱりえっ、ー、と多分中国とアメリカの関係に緊密関係がありますよね。えっ、ー、ともちろんみんな誰にも知ってる去年のトランプ氏ものすごく クレーズな人ですけど中国に対してあの経済面もあのいろいろハイテクノロジーも中国の輸出が禁止留学生たちが中国一番賢いのいくつの留学生たちか学校の留学生もアメリカに留学することも禁止日本もねアメリカを真似して人工知能とか、えー、結構 あのとりあえず、うん、人気がある、えー、情報専攻が基本的には中国からの留学生が、えー、受け入れない方針ですね。それは残念ですね。日本にとってもアメリカにとってもものすごく残念なことでしょ。今までアメリカのノーベル 受賞者の中で結構中国出身の方がいっぱいいますね。シリコンパレーもほとんどインディア人と中国人活躍してます。オリンピックの数学のチームもほとんどあゃ中国顔の人ですね。実はね、そもそもアメリカ,のアメリカも移民の国でしょ 黒人とかヨーロッパからの白人とかアジアからの中国人とか日本人とかみんなそもそも移民の大国ですからトランプ政府はそういう政策を出しますと短期間から見ると多分確かに少し中国政府を抑えてできますけどあの,あの長期に。 向いて実はアメリカの損が大きいですね。私の私からの観点はそういうことです。今2012年、えー、RCEP という組織が発足して主にアジア,、えー、とアジアとパシフィックの ASEAN アアの国 うーんオーストラリアとか中国とか東南アジアとか日本もちろん日本も含めてみんなそういう昔の TPP 環太平洋パートナーシップみたいな組織を作りたいですね。うん環太平洋 TPP も,もっと有空政策を実施している組織は多分 FTA ですね自由貿易協定間違いないでしょ。 えーと日本とアメリカもそのハワイからの輸入してるあの米は結構78%くらいの関税があやってますね。確かに日本の米は美味しいですけどでもそんなに高い関税は本当に必要ですか <laughs> ハワイからのお米 さらに今度はねコロナの影響で多分日本のあの輸出に対してもあのひどく打撃ですね、えー、これからもしに中国の市場を失うと日本もさらに米を陥るわけでしょうん 菅首相も、えー、と自分の息子がアメリカの試合調査られて今、ものすごく大変な窮地に陥ったんだけどいやまあまあそのゆえで、あのー、アメリカの圧力の下で日本の政府も中国に対して非難してますね。 でもね、中国側がすぐ反発日本に対して打,打撃がしました。うさん中国のうさんも日本がアメリカと一緒にあのまるで畜生な組織組み合わせですねそういう話,話しました。日本を非難してますね。 日本もね結構これからあのどういうふうに進めばいいですかちょっと多分ちゃんと上げしないとダメですね。私から見るとやっぱり中国と日中改善日中の日中間間に自由貿易協定もし本当に実現できれば 日本に対してメリットがデメリットより多いと思います。